次の CM も楽しみ、期待が高まる。ナンバーアンダーラインアイとマクドナルドの未来ナンバーアンダーラインアイのメイキング映像やモバイルオーダーのキャンペーンは、エンターテインメントと消費体験を結びつける現代的なアプローチの一例です。マクドナルドが公開したナンバーアンダーラインアイのメイキング映像は、瞬く間にファンの間で注目を集めました。この映像は単なる舞台裏を紹介するものではなく、 視聴者にとって特別なひとときを提供しています。特に、彼女たちのリラックスした様子や、普段は見られない自然体の笑顔が映し出されている点が、多くの人々の心をつかみました。メイキング映像の魅力は、その中に隠された細やかな瞬間にあります。例えば、撮影現場での笑い声や、リハーサル中に見せる元の表情。これらのシーンは、ファンにとってとても貴重で、 普段のパフォーマンスとは異なる一面を見ることができるという喜びがあるのです。視聴者の中には、まるで一緒にその場にいるような感覚だと感じる人も少なくありません。この映像公開の背景には、ファンとのつながりを深めたいという意図が見え隠れしています。エンターテインメント業界では、舞台裏を公開することがファンとの距離を縮める手段として広く利用されています。視聴者にとっては、 メイキング映像を通じて彼らの努力や情熱をより深く理解することができるためアーティストへの愛着がさらに強まるのですそしてナンバーアンダーライン愛の場合も例外ではありませんメイキング映像の中で彼女たちが見せるひたむきな姿勢や仲間と楽しむ様子はファンが彼女たちを応援する理由を再確認させてくれるものですメイキング映像が公開された直後から SNS 上ではかわいい癒される という声が相次ぎましたファンたちは映像の中で見せる彼女たちの笑顔や和やかな雰囲気に心を打たれ、彼女たちへの愛情がさらに深まったことを感じさせます。特に、コメントの中には、3人の笑顔を見るだけで幸せな気持ちになれる、という声が多く見られ、ナンバーアンダーライン愛が持つ魅力がいかに人々の心を和ませているかがうかがえます。さらに、またポテトが食べたくなった、次の CM も楽しみにしています。 といった反応も見られ、メイキング映像を通じて彼女たちの活動やマクドナルドの製品への関心が高まっていることが分かります。実際、このようなメイキング映像の公開は、ブランドにとっても大きなメリットをもたらします。ファンたちはナンバーアンダーライン愛を通じてマクドナルドに親近感を抱き、ブランドイメージの向上にもつながります。特に、今回の映像公開に合わせて実施されている。 モバイルオーダークーポン祭りやポテト250円キャンペーンも視聴者の購買意欲を刺激する要素として機能していますメイキング映像を見てポテトが食べたくなったと感じたファンがそのままモバイルオーダーを利用する流れを促進することで実際の店舗での売り上げにも貢献しているのです現代の消費者は単なる商品やサービスの購入だけでなくその背後にある物語や感情的なつながりを求めています メイキング映像が提供するのは、まさにその感情的なつながりの部分です。ナンバーアンダーラインアイのファンにとって、彼女たちがどのような気持ちで撮影に臨んでいるのか、どのようにして楽しい雰囲気を作り出しているのかを見ることができるというのは、非常に価値のある体験です。この体験を通じて、ファンは自分がその一部であるかのように感じ、ブランドへのロイヤリティが高まります。また モバイルオーダーの利用を推奨するメッセージも今回のメイキング公開に組み込まれています。都市部での生活や忙しい日常の中で、モバイルオーダーは多くの人にとって便利な選択肢となっています。例えば、友人とのランチタイムにモバイルオーダーを活用すれば、行列に並ばずにスムーズに注文が完了し、貴重な時間を節約できます。ファンの中には、普段からモバイルオーダーを利用しています。 という声も多く見られ、彼らの生活にしっかりと溶け込んでいることがわかります。これにより、モバイルオーダーの便利さがさらに多くの人々に広まり、利用者の増加につながっているのです。一方で、このようなプロモーション活動にはいくつかの課題も存在します。例えば、地方在住のファンや、モバイル決済に慣れていない世代にとって、モバイルオーダーの導入はまだまだハードルが高いかもしれません。 SNS 上でも、現金派だけどモバイルオーダーも試してみようかな、といった声が見られるように、今後はより多くの人がモバイルオーダーに移行するための教育やサポートが求められるでしょう。さらに、都市部ではスムーズに機能するモバイルオーダーも、地方の店舗ではネットワーク環境やシステムの問題で同じように便利に利用できない場合があるかもしれません。このような課題に対して、どのように対応していくかが、今後の成功の鍵となるでしょう。 それでもなお、ナンバーアンダーライン愛とマクドナルドが手を取り合うことで生まれたこのキャンペーンは、エンターテインメントと日常の融合を見事に実現しています。特に、ファンたちが、またポテトを食べたくなった、という声を上げるように、メイキング映像がもたらす感情の波は、消費行動に直接つながる強力な動機づけとなっています。視覚的な楽しさと実際の購買体験が連動することで、 ファンはより一層ナンバーアンダーライン愛とマクドナルドに愛着を感じるのです。ファンにとってナンバーアンダーライン愛のメイキング映像は彼女たちの魅力を再発見する機会でもあります。普段のステージや音楽番組では見ることのできない自然体の彼女たちが垣間見えることでより親しみやすさを感じるのです。そしてその親しみやすさがマクドナルドへの親近感へとつながり、 日常の中での選択肢としてのマクドナルドをより魅力的にしています。現金派だけど、モバイルオーダーを試してみようかなといった声が示すように、このキャンペーンをきっかけに新しい消費スタイルが生まれる可能性も十分にあります。ナンンバーアンダーアダラインアイのメイキング映像やモバイルオーダーのキャンペーンは、エンターテインメントと消費体験を結びつける現代的なアプローチの一例です。このようなアプローチは、単なる広告とは異なり、 感情や物語をを通じてファンととの絆を深めることができます特に日本の消費者は商品やブランドの背後にあるストーリーや共感できる価値観を重視する傾向があります。だからこそナンバーアンダーライン愛が見せる自然体の魅力とそれを支えるマクドナルドの取り組みがファンにとっての特別な価値を生み出しているのです。このようなストーリー性を持つプロモーションが成功する背景には SNS やデジタルメディアの普及が大きく影響しています。例えば、ナンバーアンダーライン愛のファンたちがツイッターやインスタグラムに投稿する、かわいい癒されるという声は、その瞬間に広がり、多くの人々に届けられます。SNS での拡散力が高いことも、メイキング映像が持つ影響力をさらに強めている要因の一つです。また、SNS を通じてファン同士が共感し合い、 一体感を感じることで、ナンバーアンダーライン愛とマクドナルドのコラボレーションに対する支持が広がっていくのです。しかし、ここで興味深いのは、このようなプロモーションがファン層以外の消費者にもどれほどの影響を与えるかという点です。既存のファンにとって、ナンバーアンダーライン愛の魅力やマクドナルドへの愛着がより強まることは想像に難くありませんが、まだナンバーアンダーライン愛をよく知らない人々や、 マクドナルドを特に好んでいない人々に対しても同様の効果をもたらすことができるのか。メイキング映像を見て、彼らがどのように感じ、どのような行動をとるのかは、マーケティングの観点からも興味深い研究テーマとなりえます。例えば、SNS での反応を分析することで、ファン層以外の視聴者がどのように映像を受け取り、実際に店舗を訪れたのかを追跡することができるでしょう。また ナンバーアンダーラインアイとマクドナルドのコラボレーションには他の業界やブランドにも学ぶべき点が多くあります。エンターテインメントと日常的な体験を組み合わせることで単なる商品やサービスのプロモーションではなく消費者にとっての体験を提供する手法は今後のマーケティング戦略の一つの方向性を示しているといえます。ファッションや美容業界さらには食品業界でも このようなエンターテインメントとのコラボレーションを通じて、消費者とのつながりを深める動きが広がっていくかもしれません。最後に、メイキング映像の公開がもたらしたのは、単なる商品の宣伝効果だけではありません。ナンバーアンダーライン愛の笑顔や撮影の裏側を楽しむことで、多くのファンが日々のストレスを忘れ、ちょっとした幸せを感じることができました。このような小さな瞬間の積み重ねこそが、 ブランドとファンとのの強い絆を作り上げる要素なのですファンはメイキング映像を見て次も応援したいと感じマクドナルドを訪れる時にナンバーアンダーラインアイのことを思い出すその繰り返しがブランドの価値をさらに高め長期的な成功へとつながるでしょう今後もナンバーアンダーラインアイとマクドナルドのコラボレーションから目が離せませんし次のメイキング映像やキャンペーンがどのように進化していくのか 期待が高まりまりすこのようにエンターテインメントと日常が交差する瞬間に立ち会えるのはファンにとっても特別な体験です。そしてその体験が彼らの日常にささやかな喜びをもたらしているのです。